の焼くものが昭和っぽいんだよ、やっぱ。なんなんだ、俺。そこもやだ。味がある、味がある。え、パチンコ、危ないデカ、徹底解剖スペシャル。第3弾は、実機を使ったレクチャー編。え、すごい。いいっすね、これ。いや、いい。でも分かりやすい。入金。人材を100倍楽しむプロジェクト第3弾は、次郎さんに危ないデカをレクチャーしてもらいます。任せてください。できるの？当たり前じゃないですか。こんな分厚いカンペあるんですか。お待ちかねのパチンコ新機種 B 危ないデカを打ちながらご紹介します。みんな見てますんで、スイーパー当てていただいて、はい、やっぱ大当たりしないと始まらない、面白さが楽しめないとこありますんで、2時間ぐらい待たせる可能性もあります。あります。はい、あるの。あります。もう優待まで行っちゃう可能性もあります。立ちっぱなし。立ちっぱ、立ちっぱなしですか。立ちっぱなしやし、多分あんま見えへんし。こうやって行ったら、はい、これ入院チャンネルもガチなんで、はい、あ、やらせなし。あら、でもないですよ、その忖度はないですよ。じゃあちょっと本気で頑張ってもらいます。サイン式を本当に当てに行きますよ。お願いします、本当に。楽しみ。実践する人が大事ですから。そうそうそう。じゃあまずサイン式を当てること、サイン式を当てることが、でその当たるまでにちょっと演出を、はい、そうですね、紹介させていただきますので、はい、じゃあ行きます。お願いします。お願いします。はいはいはい、行きました。一発目。サイン式9分の1ですから、1個目も。じゃあスペックの方を軽く説明させていただきます。約319分の1の小当たりラッシュを搭載した各辺ループタイプの台となっておりまして、U タイム搭載機でございます。定格時900回転消化で1200回の時短がついてきますよと、はい、でその際大当たり期待度は約 98% ありますんで、まあ、マックスハマっても900回転とプラスアルファと考えていただけたらいいかなと、はい、そしてラッシュ突入率は時短引き戻し込みで61%、初回大当たり時は時短が100回転つきますんで、そこで引き戻していただくの込みで、ラッシュ期待度が 61% で、各辺継続率に関しては 77% で、で各辺を落ちた後の通常に関しても時短がつきますんで、そこでの時短引き戻し率は 14.5% なんで、トータルの期待度が約 80% ぐらいとなってますんで、一度ラッシュ入っちゃえばかなりこうポテンシャルは秘めてる台なのかなと。次元爆弾のような保留になって、ちょっと気使うな、これ。お、危ない。おい、なんだなんだ。じゃあプラス1、まあ、2次連に、これは2次連に行ってるですかね。危ないゾーン、アブデカパトが回っとる。チャンス、チャンス。緑のチャンスは大体ダメですよ。チャンスと、いや、まだ分かんないですよ。まだこっから、こっからですか、こっからですか。あ、これが緑に変わりました。レベル6で、ね、緑のままだとちょっと物足りないですね。赤までいけばかなり期待度跳ね上がります。まだ緑です。緑のイルミ、あ、すごい。もうこの時点で6割オーバーの期待とかありますん で、 で SP リーチ払いに行った。はい、払いました。ボタンアップ。 SP リーチの中でも払いはかなり厚い部類。これはレベル9になりました。レベル9。あ、このシーン、橋爪さんが好きなところ。これか、これか。出ました、出ました。テンション上がる。タカさんかっこいいよ。あ、手で話してるね、話してるよ。金まで行ってる。金まで行ったらもう追い詰めた。これタバコに火をつけても大丈夫です。あれ、アブデカの金は相当熱いですよ。ここかっこいいの。おー、できた。
ました。ちょっとできすぎじゃありませんか。一からやりますっていうぐらい。あら一緒にゴルフ行けねえだろ。すごいテンション。かっこいい。すごい。ただ揃ったのは5なんですよ。はい。おっこっからあ5だ。ズバラは関係あるのってなると通常ですか。いやまだですね。こっからチャンスが。はい。すごいすごい。これ目立つね。いや目立ちますね。右打ち。さあラッシュの期待度は 50% でしたが、はい。大翔ちゃん消化中に告知するってこと。はい。危ない、じっくり危ない、熱血様派手に危ないですか、鈴木さんが好きだったですよね、はい、言ってた。派手に危ないモードを選択した MC 木村魚拓。そしてこの後驚異の出玉性能が明らかに。たまたま球が出てきてるやつじゃないですか。ここあれ出てる、出てるでしょ。すごい、めちゃめちゃ早い。確率は約48分の1となっておりまして、ラッシュ中の純増は、1回転あたり約25玉となってますんで、まあ、初回ラッシュ突入時の平均獲得出玉は約5900個と。でも本当に飛んでるって言ってましたからね。でもどうですか、やっぱりそのアブデカ その世界観と合わさるその、まあ、銃弾が飛んでいく感じとか。いやその出玉はエキサイティングなの、はい、でしかも終わらないんだけど、役者が昭和っぽいんだよ、やっぱ。なんなんだ、俺。そこもやっぱアブデカフィーチャーしたもんですから、はい。味がある、味がある。昭和生が作ったヒントって言ったら、おいんだ、俺。なんだ、俺。すげえ。もう2000超えましたよ。すごい。約確率3倍ぐらいハマってますね。え、すごい、上手。すごい、100超えました。ハマればハマるほどいいですからね。ハマればハマるほど。うん。いや、終わんないよ、終わんないよ。終わんねー。これ大当たりを引いたら終わりじゃないですもんね。ちなみに小当たりラッシュなんで。そうなんですね。え、継続は何パーだっけ。継続率は、はい、75% です。75。3000超えましたよ。すごい。これもうモード変えてもいいですか。途中で変えれるんでしたっけ。はい。え、あの CG のやつが見たいです。あのユージさんのこの動きが分かるやつ。クールに危ないモードを所望らしいです。クール、私たちはクール、クールが。はい、じゃあクールに危ないもん。はい、変わりました、変わりました。来た来た来た。こちらが CG でタカとユージが液晶画面を駆け巡るクールに危ないもん。あー全然弱かったですね、走り方。うわこれすごい。倒した敵の数が小当たりの数なんですね。そうです、そうです。そういうことか。よ、4000、4000が超えました。やりすぎがあります。大当たり、そろそろ大当たりみたいです。今回避、回避。デンちゃん、やばい。あれですよ、これはやばい。あー、赤が出ました、赤が出ました。撃たれちゃった。ほら赤が出たんで、さすがにタカとユージ頑張って、いけー。おー、すごい、すごい、うー、すごい。これで大当たりと。おー、つまり1回当たりで4000%で、さらにまたループしたってことですね、はい。すごいっすね。小当たりラッシュ終わりじゃないですもんね、これで。めちゃくちゃ順調じゃないですか。すごい、うん、やりたそうな感じ。やりたい、こんだけ楽しそうでね。やりたいですか。ということで、続いては七瀬さんが実践。これちょっと終わらせたらね、まあ 77% はまあ
ですよ。全部込み込み約 80% って言われて、そんな簡単に終わるもんじゃない。もちろんこれ一回ね、その終わったとしても時短があるんで気持ちの割合ありますけど、可能性は。ただ75%、まあそもそも通常に行くこと自体がナンセンスです。もう振りでしかないみたいな。それは終わらせてしまったやっぱり。これね、セクシーやりたがってんのか。いきますよ、いくよ。はい、やりやなかなか当たりが止まらなそうなので一度仕切り直し。ここからは注目の三大演出をご紹介。続きまして橋爪さんに実践していただきたいと思います。はい、まあ、原作好きがねやっぱり打つと楽しめるんじゃないかということで。はい、意外に通常時ですか。通常時からです。そして通常時はですね、出現すれば心拍数爆上がりだと言われている三大注目演出と。何すか三大注目。三大注目はいございまして、リーチ後の最強予告アクション銃撃無双予告。銃撃無双予告。はい、はい、そしてレベル5になれば激アツ必死または実写ムービーが出現すればのセクシーダンディショット。セクシーダンディショット、はい、そしてもう一つは劇場版の感動シーンが蘇る劇場版最強リーチ。この3つがございますんで。じゃあそれはいずれかねが発生すれば、はい、むしゃくしゃかなり大当たりに期待ができます。これがレベル5まで上がれば、セクシーダンディショットレベル5まで上がれば、三大予告演出の一つです。セクシーレベル下がってよ。セクシーレベル頑張れ4まだ4かなり期待はできるんですが。あーマックス言ったじゃないですか。あれ違う無事にラッシュ突入を果たした原作ドラマファンの橋爪さん。昭和っぽさがいいですね。でしょ。パチンコ未経験の彼女も十分に楽しめたところで、おめでとうございます。最後は MC 澤田美波がじっくり危ないモードを体験。なんて書いてるんですか。ない危ない危ないでか。揃ったらっていうことですよね。そういうこと。こっからまた小当たり。非常事態並んでます。危ないですね。危ないです。それ回避せよ。回避してください。回避してくださいね。いやー、え、やばい。ちょっと危ない。
気しますけど。ちょっと手離してください。え、待って。まだ誰も持ってないですよね。大問題ですよ、これ。大問題。佐藤さん。はい。用心。危ないですよ、これ。え、お願い。打ってみた感想といいますか。いや、めちゃくちゃ楽しかったです。 あとずっと映像見ちゃって、はいはいはい、口開いててこれもうずっとこれ一日やるから。ナナさんは？私はそうですね、役物のタイミング座ってってると本当に目の前にこう出てくるから、その動いた瞬間ってやっぱ熱いじゃないですか。チャンスなんで、それがちょっとたまらなく良かったですね、役物。澤さんいかがですか？いや、めちゃくちゃ楽しくて、なんかこうハラハラしたんで1ヶ月分の刺激をいただきました。あら、痛い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 、今夜あたりね。ねえ、竹田さんいかがでしたか？これアブデカって、はい、やっぱりこう放映されてた頃は、テレビシリーズ放映されてた頃はやっぱバブル真っ只中だったんですよ。昭和の一番あのいい時というか、うん、これをね再現してるんですよ。最新にあえてこれ狙ってんすよ、あの昭和のあの頃のエース。はいはいはい。でこれを、あ、新しいですね、かっこいいですね、嘘です。まあそりゃそうですね。あえてこれ狙ってんすよ、その頃の昭和の感じを、アブデカの頃のっていう、それはなんか俺逆に新鮮でした。ということで、危ないデカ間もなく導入でございますんで、ぜひとも皆様お楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。